まあレミ、なんて格好。おはようお母さん。早く起きなさい。はい、今起きる。わあ、やめて。よし、お返しよ。やめてお姉ちゃん。やめなさいレミ、今日はお誕生日でしょ。おめでとう。今日から10歳ね。お誕生日。そっか、今日は私のお誕生日。これ、お母さんが作ってくれたの？レミをびっくりさせようと思ってね。いいな、お姉ちゃんいいな。さあ、鏡を見てごらんなさい。はい。わあ、素敵。ありがとう、お母さん。お姉ちゃんいいな。よし、終わった。ねえルーセット、この帽子素敵でしょ。お前もそう思うのね。お姉ちゃん、支度できたよ。わかった。それじゃあルコントさんのお店に出発。レミ。はい。ミルクとバターの代金で小麦粉を買ってきてちょうだい。今夜はシチューを作るから。シチュー？レミのお祝いよ。早く行こう。うん、行ってきます。これであの人がパリから帰ってくれば一家四人幸せそのものなんだけど。アンヌ。あら、ロジーヌ、おはよう。ちょっと大変だよ。あんたのご亭主パリで大怪我したんだって。え？見た人がいるんだよ。そりゃもうひどい怪我らしい。仕事もできないって話だ。アンヌ、大丈夫かい？ええ、あんたんとこも大変だね。これから物入りになるし、私たちにできることがあれば何でも言っておくれよ。今日ののど自慢大会、どうして子供は出られないの？さあ、どうしてかしら。お姉ちゃんが出れば一等賞なのに。お母さん、私のお母さん、優しい腕で抱きしめて、一人ぼっちで眠れぬ夜も、心はふるさと、私のお母さん、心はふるさと、私のお母さん。ちょっと休もうか。うん、休もう。は？ああ、そうだ、忘れてた。私ってなんてバカなの。どうしたのお姉ちゃん。今日お母さんもお誕生日なんだ。え、本当？うん、お母さんと私、お誕生日同じなのよ。いいな、お姉ちゃんいいな。私も何かプレゼントしなくちゃ。お花はこの前あげちゃったし、うん、何にしよう。何にしよう。あ、犬だ。よく似合うね。
姉ちゃん、もう行こうよ。ねえ、お姉ちゃん。うん、お姉ちゃん。おはよう。ちょっとだけ知恵を貸してもらえたら嬉しいな。悩んでるの。お母さんのお誕生日に何をプレゼントしたらいいか。どうしてわしに聞く？だって旅の人でしょ。みんなと違う面白いこと言ってくれそうだもの。さっき歌ってたのはお前か？え？はい。わかった、出発しよう。わあ、利口な犬。乗っていくか。村へ行くんだろ。はい。父さんには相談してみたのか。え？そのプレゼントだ。まだだよ。だってお父さんパリだもん。パリ？働きに行ってるの。ずっとずっと前から、ナナが赤ちゃんの時から。時々お金送ってくれるんだ。私ね、夜寝る時いつもお父さんのこと考えるの。お父さんってどんな顔だったかなって。お姉ちゃんも覚えてないの？そうよ、最後に会った時まだ小さかったんだもの。背は大きいのかな。きっと大きいよ。それでね、世界一優しいの。早く帰ってくるといいな。くれてありがとう。ありがとう。プレゼントはよく考えて決めるんだな。心のこもったものなら何でも喜んでくれるさ。はい。それ。さよなら。さよなら。あのおじいさん誰だったんだろう。ほら、ミルクとバターの代金だ。ありがとう。リューセットのお乳で作ったバターはとっても美味しいって評判だよ。私も大好物さ。ルーセットはよく乳を出すいい目牛だ。大事にするんだよ。お父さんが帰ってくるまであんたたち3人ルーセットのおかげで食べていけるんだからね。ああ、目牛が1頭いればどんなに貧しくとも生きていけるもんだ。私ね、ルーセットがいい気分でお乳を出してくれるように毎日歌を聴かせてあげてるの。ナナもだよ。歌か、こりゃいい。ああ、そうそう、小麦粉がいるんだったな。はい、持ってきたぞ。ああ、ご苦労さん。これかい、のど自慢の商品は。のど自慢の？おーそーれみーや、優勝したらもらえるってわけだ。アンリさん見せて。ああ、いいよ。こんな綺麗なお皿初めて見た。お母さんこのお皿使ってみたいだろうな。あの人が大怪我を。のど自慢大会に？そう、私も出られないかしら。そりゃ出られないこともないだろうけど。これまで子供は一人も出たことないからね。村長に聞いてみないと何とも言えないな。私聞いてくる。村長さん。まったく元気な子だレミは。もしレミが出るとなるとあんたに勝ち目はないね。何を言うか、優勝するのはこの俺だ。わあ、ありがとう。のど自慢大会に出ることお母さんには内緒だよ。お母さんをびっくりさせるんだから。わかった。私絶対に優勝してあのお皿をお母さんにプレゼントするんだ。止めて、ブルーノ。どう？レミ、大変だね、あんたんちも。え？あんたたちの父さんの怪我のことだよ。
お父さんが怪我したの？待って、お姉ちゃん。私絶対に優勝する。お母さんのために。ふん、ナナも協力するのよ。うん。そうだ。日の喜びの歌を。イーゾールバンド、そんな優勝だ。いつ聞いても惚れ惚れするね。まったくだ、優勝はいただきだな。まだレミが残ってるわ。まったく、もうすぐレミの出番なのに、アンヌはどうしたんだろう。はい、何でしょう。俺はラモンってもんだが、あんたの亭主ジェロームが約束したものを取りに来た。あの人が約束したもの。さあ、いよいよ今年ののど自慢の出場者も最後の一人になった、レミ・バルブラン。皆さん、こんにちは。今日は応援を連れてきました。こりゃいい。村長さん。お母さん。どうしたんだね、アンヌ。村長さん、ちょっとお話が。ほら、手紙もちゃんと預かっている。読んでくださいますか。おう。半年前、あんたの亭主は仕事中に転落し大怪我をしたんだ。幸い命に別状はなかったが、入院費は相当な額になっちまった。それを俺が貸してやったんだ。あなたが。おう、隣村に住んでるヨシミでな。確かにその通りのことが書いてある。この男に返す金がないから牛をやってくれとジェロームはそう言っている。さあ、これで分かったろう。あー、今のは練習です。お母さん、お母さん、私のお母さん、優しい腕で抱きしめて、ひとりぼっちで眠れぬ夜も、ここはふるさと、私のお母さん、お母さん、お母さん、私のお母さん、果てしない国さすらいながら、優勝はレミだ。
時間がねえんだ。その牛を連れてくぞ。ルーセット、おとなしくしねえか。ルーセットどこ行くの。お母さん、ルーセットが行っちゃう。ルーセット、ルーセット、できなくて。明日からもうミルク飲めないの？食べるものも何も買えなくなっちゃうの？ナナ、お母さんのせいじゃないでしょ？だってお姉ちゃんがこんなお皿出すからシチュー食べたくなったんだもの。こんなに綺麗なお皿シチューだけに使うのはもったいないわ。ほら、いつものパンがこんなに美味しそう。本当だね。うん。レミ。そうね。確かに明日からは今までと違って苦しい思いをするようになるわ。でも3人で頑張ってやっていきましょう。私お手伝いする。何でも。ナナも。さあ。みんなでお父さんの怪我が早く治るようにお祈りしましょう。飯時か。あなた、あ、何年ぶり。怪我は大丈夫なの？触るな。まだ痛むんだ。お父さん、レミ、お前レミなのか？はい。なんでお前がここにいる？え、なんでここにいると聞いてるんだ。あなたやめて。うるせえ。何が誕生日だ。確かにナナは俺とお前の子だ。だがレミは違う。道端で拾ったただの捨て子じゃねえか。どこの誰の子か分からねえ。誕生日も分からねえから、お前と同じ日にしてやったんだ。家にはもう金がねえんだぞ。捨て子なんぞ、レミなんぞ、この家から叩き出せ。愛してごらんなさい。
さん、私捨て子なの？衝撃の一夜が明けて、私は10年前のパリでの出来事を聞かされたの。お父さんが赤ん坊だった私を見つけた日のことを。次回、さようならお母さん、見てくださいね。